武蔵嵐山駅は埼玉県引群嵐山町大和菅谷にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ32。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。ホーム、西口、東口と改札街とをそれぞれ連絡するエレベーターが設置されている。開業当初は 西口側地上駅舎に面した単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の計二面三線を有していたが、しばらくして、旧二番線の線路が撤去され、単式二面二線の廃線となっていた。伏線区間の当駅までの延長と、京上駅舎下に合わせて、旧一番線を廃止し、下り線を旧二番線の位置に切り替えて、現在の廃線に変更し、 その際に島式ホームの池袋寄りが拡幅された。現在も西口側に旧一番線ホームの一部が残存している。2020年度の1日平均乗降人員は5382人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。西口は駅開設当初からの出入り口であり、駅前は狭いが二千年代に入って、 旧駅舎跡にロータリーが設置された。周辺は川越小玉王館の菅谷宿時代からの市街地に位置しており商店街がある。少し離れた国道254号線バイパス沿いにはロードサイド店舗が多数進出している。東口周辺は1991年に嵐山駅東土地区が整理事業として開発され、それに伴う 駅利用者の利便性を図るため、当初1990年に当時駅舎のあった西口側から東口側にアクセスする古選橋が開設され、2002年3月26日に橋上駅舎を供用開始した際に正式に東口となった。駅前広場が用意されている。当駅発着の路線バスはすべてイーグルバスにより運行される。2018年現在、 東口を発着する定期路線バスは運行されていない。東口から運行されていた花見台工業団地、県立循環機、呼吸器病、センター方面及び嵐山町市街、循環路線バスは2015年3月31日をもって廃止された。当駅と小川町駅との駅間距離は 7.0km あり、これは東上線では最も長い。ありがとうございます。